はい、えー、オリンピックね。オリンピックはやっぱり無理でしょう。このスポンサーたちも今はね、テレビやメディア、それから広告、出していいのかどうかわからなくって、もうかなりね、なりを潜めちゃいましたよ。オリンピック公式スポンサーですみたいな感じで、CM の最後をね、華々しく飾る、そんな場面は見られなくなりましたね。スポンサーももう諦めかけていると。お金だけすっぽかられて、オリンピックなんとか委員会ね。 で、自分たちの売り上げが立たないわけですから、あれはまあ、悲惨ですよね。まあ、あの、企業を儲けさせるための祭典、それがオリンピックだったんですけども、中止になると、ひどい目に遭うんですね、その企業は。要するに、オリンピックという広告に投資してるわけですからね、企業は。んで、その回収ができないわけですから、それはひどい目に遭いますよ。で、多分、その、しわ寄せってのは、こういったところに、スポンサーとしてお金をね、払っている、 その会社そのものではなくて、その下請けとか取引先の中小に分散されるんでしょうね、きっと。ですんで、スポンサー企業っていうのは、苦しいけども、何とか乗り切って、その、まあ、下請けというかね、取引先というか、煽りを喰らう中小企業が、まあ、到されていくというね、そんな図式なんじゃないかなと思います。今回かなり酷い目に遭うと思いますよ。 ちなみに飲食店も営業が今回抑えられてますから、飲食店から始まる取引先ってのはね、それは裾野が広いわけですよ。それはね、あの、マットを入れてる会社とか、おしぼりとかね、飲料とかの会社、広告の会社、インターネットの会社、もうね、コンサルティングの会社とかね、様々、うん、一時金もらえずに、請求もできずに、巻き添えを食らうところが多いわけですよ。従業員さんももちろんですよ。うん、で、そのビルのテナントとかね、 えー、本当にね、ひどい目に遭う話ばっかりですね。だからやっぱり国からのあらり保障がなければ乗り切れないんではないかなと思うんですけども、それがね、モラルハザードにつながるとか、国民のいわゆるね、甘いにつながるとかっていう人がまたいるわけですよ。あの、もうこれはね、今はね、もうお手上げなんですよ。本当に。強がってる場合じゃないですよ。国民もね、事業者も無敵じゃないですから。今回はもうお手上げなんですよ。 うん、上からね、爆撃機 B29 が来てんのに竹槍で落とせって言われてるわけですから、そりゃ無理ですよね。<laughs> まあ、オリンピックなんてやってる場合じゃないよね、本当にね。あの、ボランティアさんも全然集まってないみたいで、最初ね、8万人のボランティアさんを募集したら、20万人くらい応募があったらしいんですけども、多すぎて断ったら、今はね、どんなに募集かけても、1万5、6千人くらいしか集まんないみたいなんですよ。もう完全にできないですよね。だってその、会場の警備とか、整理整頓もいるし、それから公衆衛生とかもいるでしょ。 拭き取りとかもしないといけないでしょあの、なんかアルコール不向きで。で、アルコールを大量に入荷させて、アクリル板貼って、で、なんかそれを整理整頓してとかね、もうとんでもないぐらいの工数がかかるわけですよ。で、ボランティアの人は少ないわけですから。一体ね、パラリンピック、誰が車椅子を押してくれるんですか誰がトイレの整備するんですか誰が選手をご案内するんですかうん。本当にね、これはね、あの、どう考えてももうできないということでいいんじゃないですかね。 小池さんんも分かってるるはずずなのにねねこれずるいんですよ、ね、自分から言い出さないんですよ。自分から言うと自分の立場が悪くなるから仕方なくその決定を飲んだっていう形にしたいんでしょうね。あくまでもね、そのまあ3ス組というかバッフ会長もそうだしうんまあ小池さんもそうだしね森会長もそうだし自分も仕方なく苦情の決断をしたんですみたいなねうんもう IOC の決定には逆らえないとかねそんな形にしたいんでしょうね。 だから自分の立場が一番大事で、選手のことや国民のこととかね、そうやってスポンサー企業の方とか、もうね、考えてくれてないんですよね、きっとね。さあ、いいんでしょうかね、こんなことで。はい。オリンピックはないと思います。うん。延期じゃなくて中止になると思います。以上です。